こんにちは、ちさきチャンネルのちさきでーす。今日はですね、ミスタードーナツの新商品を買ってきました。ポンデココ&ゴールデン。なんか2色展開になっててですね、こっちがシャリシャリココナッツで、こっちがカリカリトッピングらしいです。ポンデクランチ&アーモンドですね。チョコクランチとアーモンドがトッピングされてます。ポンデホイップ&カスタードですね。ホイップクリームとカスタードクリームが中になんかトッピングされてるらしいです。で、これだけだとちょっとそっけないなって、そっけないなって、味気ない、味気ない、何気ないって言うんだっけ、何け、うんうん、わかんない、わかんないんですけど、まこれだと寂しいなって思ったので、こちらのポンデリングとポンデ黒糖も一緒に買ってきました。はい、ということで並べたので、早速ポンデココ&ゴールデンから食べていきたいと思います。ダメだわ、小皿持ってきます。ボロつくボロつく、ソファーが大惨事になる。いただきます。じゃあこの境目からいっちゃいますね。境目から、うん、なんか境目がね、こっち見てもらえばわかるんですけど、チョコでこう巻かれてるっていうか、コーティングされてるから、めっちゃチョコぎっしりで美味しいです。じゃあココナッツサイドいきますね。なんかミスドでチョコのドーナツにこの白いココナッツトッピングされてるやつあるじゃないですか。それとイチゴって感じ。そんままだ、そんままなことしか言えない。で、こっちのカリカリトッピングの方、うん、うちはココナッツがあんまり好きじゃないから、こっちサイドの方美味しいですね。ポンデリングってこんなもちもちだったっけ。めっちゃ生地がもちもちなんですね。なんですねって、食べたことあるんですけど、もっちもち。最後、うん、うちめっちゃ久々にミスド食べたんですよね。半年ぐらい前にそのお仕事でお客さんから差し入れでもらった時に食べたのが最後で、しかもその時もオールドファッションを食べたから、ポンデリングを食べるのがマジで久しぶり。次はポンデクランチ&アーモンド、いただきます。うん、ザックザクうちもっちもちとかザックザクとかしか言ってないですよね。大丈夫かな。このザクザククランチとこのアーモンドがね、相まってますね、相まっちゃってますね。もうね、柔らかすぎて見てほしい。もう持ってたとこめっちゃへこんでるんですよ。ほら、これうちの握力が怪物なんだっけ。でもこれはチョコレートが甘すぎないですね。なんか別にビターなわけではないんですけど、甘ったるくはないですね。最後、おいしい。なんかドーナツがパサパサではないんですよ。しっとりしてるんですけど、口の中の水分が全部持ってかれてしまう。口の中がサハラ砂漠ですね。で、次ポンデリングいただきます。普通のレギュラー、エース、こいつがエースですよ、知らんけど。いただきます。こいつがいっちゃうまいかもわからん。まあもちろん新商品のポンデリングとかもね、やっぱりこだわってらっしゃいますから、こだわってらっしゃいますから、もちろん美味しいんですけど、うちはこのノーマルなポンデリングが一番好きだわ。でもうちミスドのレギュラー商品、いつもある商品の中だったらあれが一番好きなんですよ。チェロみたいな、チェロ、チェロだっけ、チェロ、なんかチュロスの、チュロスこう折り曲げて輪っかにしましたみたいな
やつあるじゃないですか、ロープみたいなやつ、あれが一番好き。最後、うん、やだ、うちずっと口の横にチョコついてました、やだー、恥ずかしい。ポンデコクトいただきます。うちこれ食べるの初めてなんですよ。いただきます。うん、黒糖だ。すごいなんか優しい感じなんですね。ポンデリングより優しい感じがする。うん、濃い味ではないですね。なんか素朴な味って感じ。昔ミスド行ってる時とか、だいたい2個か3個だったんですよ。それで十分お腹いっぱいになってもう食べれないってなってたんですけど、こう考えたらうち相当胃袋でかくなりましたよね。成長させてしまった。最後、うん、なんで最後にホイップクリームとカスタードクリームが挟まってる一番重いであろうドーナツを残してしまったのであろうかと今自分に問うています。ポンデホイップ&カスタードいただきます。これはあれですね、見た目が女の子好きそうな感じのドーナツですね。いただきます。ん？重くないわ。なんかホイップとカスタードだからめっちゃくどい感じなのかなって思ったんですけど、全然くどくない。うん、このイチゴの部分だけを残してしまうという、なんともまああざといことをしてしまいましたね。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということでミスドのポンデバラエティを食べたんですけども、うちの中で一番美味しかったなと思ったのはポンデリング、まあ、ではなくね、新商品3つの中だったらポンデクランチ&アーモンド、あの2番目に食べたチョコレートのドーナツが一番美味しかったです。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。Then